宇野です。職業は、ダンサーと、あとはステージディレクションといって演出家としてステージに携わることもしてます。始めたきっかけは幼い頃ですね、いわゆるストリートダンサーを見かけて、この人たちなんでこんなに楽しそうなんだろうっていうのと、なんでこんなにかっこいいんだろうっていうのが最初に受けた大きな印象で、自由ってこうフリーダムでもあるけど英語で言うと、でも私の中ではフリーダムと同じぐらいインディペンデントっていう言葉が欠かせない言葉だと思ってて、レールに走る中でのその頑張りだったりドラマっていうのはあると思うんですけど、自由に生きるっていうのって、そのレール作りから始めることで、その上をダッシュしようっていうのが私のこの生き方の自分の中のメソッドなのかなと思います。やりたいこともあるのに、なんでやりたいことができる場所がないんだろうとか、そこにフィットできないんだろうとか、たまに自分じゃない誰かになりきって表現をしたり、その場に立っていたりすることが多かったんですけど、今は人の前で格好つけるのをやめたって感じですね。なんか丸裸の状態で人の前に立つことができたり、立つことが楽しかったり、人と触れ合うことが楽しい表現者になれたので、すごくなんか楽しいし嬉しいですね。いろんなものを吸ってインプットして、吐くときに酸素を吸って二酸化炭素が出るのと一緒で、いろんなものを景色をインプットして、いろいろついた匂いを呼吸としてダンスでリリースするのが私にとってのダンスですかね。呼吸です。